はい、工房節の長田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、昨日のねやつはマカと、まあ、マカリン似たやつ、本カリンじゃないとは思うんですけどね、まあ、カリンっていっぱい種類あるんですよっていうような話をして、まあちょっと見比べてみました。はい、で今回のやつはまあ多分まさしく本カリンって呼ばれる部類のものですね。まあ細かさ、木のね粒々のこの昆布のね細かさ、色とかね、はい、香りも含めて、まあ僕も本カリンって呼ばれるやつはまあたくさん削ってきたわけですが、まあ香りも今切ってね、うん、ああっていう感じなんですけど、はい、まあ、ちょっとねあのもうちょっと大きい倍ぐらいの塊だったんですけど、はい、まあこの辺にバリ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 って割れがあって、まあそこを避けて、はい、今ちょっと切ってみたところですね。はい、これから気取りこんだけやっていこうかなと思うんですけど、まあこんだけ細かいのでね、うん、もう本当に考えなくていいっていうやつですね。まあもちろん文句がここなくなっていますが、ただこうちょっとこの黒いやつがね気になってたんですけど、はい、まあ、やっぱりそうですね、割れてますね。うん、ここの年に何かあったんですよね、ここで。うん、まあ全てではないんでしょうけど、うん、はい、ここね、はい、まあこういうのが出てくるということですね。まあ切って、まあ、こんなもんですよ。うん、その表がいいからといって両面がいいからって言って中どうなってるかわからないっていうのがやっぱり木の現状。でも可能性があるってここで気づけるかどうかですよね。うん、まあ例えば木がね抜けてるところがちょっとある、表でこうだったら中どうなってるんだろうとかね、いろいろ考えたりするわけですよね。はい、まあこうやって出てきたからって、まあすごい高い木だとして、はい、うん、でこうやって出てきたからって言ってその材木屋さんに文句言う、こんな風になってましたよ、でだから安くしてとかっていうことは絶対ないですよ。うん、そういうことは絶対しちゃいけないんですよ。うん、そうそう、こういうことがある、考えなくちゃいけない。うん、その材木屋さんもね、その買った人がねどうやって何をやって使うのか、どうやって切り取りするのかっていうのを別に分かってるわけではないですし、うん、そう、材木屋さんはまあそのいろんな人が買うってことでそれなりの大きさとかにしてくれてるわけですから、はい、その状況を判断して、うん、僕ら買い手がそれを責任を持たなくちゃいけないと思うんですよね。うん、はい、まあそうやって、まあ、こういう風に、だからまあ木なんてね博打みたいなもんです。まあ特に黒柿クジャク木とかね、クラロゴナと、あの辺は本当に博打ですよね。もう中どうなってるかわからないよね。うん、はい、辛いです。何回もあります。めちゃくちゃ損したことも多々あります。めちゃくちゃあります。はい、まあカリンこの辺ぐらいはもう僕にとってはね、うん、ああまあまあしゃあないことやっていうぐらいのレベルですよ。はい、まあこんな感じで、はい、まあでもいい木になると思いますよ。うん、はい、まあひとまずこの辺はねペンで、はい、まあちっちゃいやつはペンにして、まあ大きいやつはコンプロットからやっていこうかなと思っておりますが、はい、というわけで、はい、これ今いつ流してるんだろう、1月中に、うん、流してるとは思うんですよね。はい、まあ九州間に合うのかな、うん、九州、そして三越さん、そしてまあ工程の方にはもう 100% はい間に合ってきます。まあなので、まあ、各イベント、まあ、この前にも、まあ、いろいろカリン、いろいろ削っております。はい、削っていきます。何種類も持っていきます。まあ、一種類だけじゃなくて、うん、いろんなもの、木の具合を含めて、いろいろ持っていきますので、カリンの中でもすごい選べるように、イベントではね、していきたいと思いますので、まあ、こんな風に、まあ、気取ってね、こんな風になってるんだよっていうのもね、はい、切って、ああだからまあこうやって木って高いんだとか、
まあいろいろ含めてね、皆さんにもね知ってもらえると面白いのかなと思っております。別に知らなくてもいいことだとは思うんですけど、まあこうやってね動画とかでこうやっていろいろお話ししていける機会があるので、僕はまあこういうことをねちょっと伝えていこうかなと思っております。ではではまたよろしくお願いいたします。